さんこんにちは、宮本です。笹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今ね、アシュラのショコミッションが来てると思うんですけど、僕たちもやりましたね。はい、貴族生でね、4体で、はい、アシュラ、アシュラ、あと、まあ他にも星5のみで、はい、アシュラリカツとかね、あったんですけど、まあ次のショコミッションに予想しようと。ほうほうほう。まあアシュ、ビシャモンテン、アシュラって来てるんで、まあ次ね、マリステンじゃないかなと思って、単純にね。で、まあで、ビシャモンテンはダメージオールなしでクリアだったのかな、確か。で、アシュラが、まあいろいろ星5とか貴族制でやっとけとかいろいろあったんですけど、マリステンは何で来るかなって思った時に、やっぱり星5でクリアはあると思うんですよね。そうだね、1個はあれだろうね。ビシャモンテンの時も星5でクリアあったでしょ。あったあった、確か。あったでしょ。なので星5クリアはね、これマストだと思うんだよね。なので今回は、星5、4号のキャラでね、ちょっとマリステンね、ちょっともう先、予習じゃないけどなんか練習しとこう、ね、しとこうっていうね。もう来たらすぐできるよね。そう、来たらもうすぐ、なんならもうクリアしたからもうクリアにしてくれって過去やってっからはい、てな感じで、まあこのメンツちょっと用意したんでやっていきたいと思います。まあちょっと未属性ではありますが、地雷拾える、クラマテンク、そしてブーストもかけられる。はい、クラマテンクをトップに置いて、で、タイさん、だからね、超アンチダメージ料理に現状嫌い持ってるんでね、プリの処理楽なんじゃないかなって思いまして入れています。そしてレズコ、まあこちら、進化、最後の進化させる前なんですけど、マインスイーパーと魔族キラー、はい、魔族キラーちょっと意味ないかな、確か意味ない、うん、マインスイーパーだけ、まああと火属性で、善逸と、善逸とまた何かやってくれっかな、こいつ。まあクラマテングでブーストして SS したいねって感じですね、はいはい、単純に。じゃあこれでまあ行ってみたいと思います。おしょうらと何が強いのか、なんか隠れた強いキャラいそうなんすけど、うん、ねえ、まあとりあえずこれでやってみようかなって感じ。とりあえずの何が言うたらウォールムービングワールド、これもうちょっと気になるな、触れないですけど、あ、全然ダメージ出ねえあら、全然ダメージ出ないね。まあまあ、うこ、あ、タイさんはもう現状ギランでほらバチバチ、バチバチ今ダメージ入ったね。入ったね。悪くないんじゃない？キラーマンってなんと、うん、ありです。でレズコは2フレと、2フレすれば倒せる。よし、これでもう最初の情報を得ましたね。理解、理解。まあ現状ギランすごい大事ですね。あのビシャモンテンの時も大事だったけど、プリの処理がね、うん、やっぱ幻獣キラーって優秀なんだなって改めてね、改めて思いますね。これまあ SS 貯めてもいいんだよな、ぶっちゃけ。ちょっと若干 SS 貯めようかな。その善逸4番目なんで、これが20ターン SS なのかな。だからまあちょっとたまらないかもしれないから、うん、スムーズにいきすぎるとね、マリステンとかよ、もうクエストはもうみんなサンドバッグなイメージが強いですからねはい、なんで、まあ、ちょっと SS 貯めようかなと思っちゃいましたね。ああ早めに進めすぎて SS 貯まらないパターン。ああ、なるほどね。そう、さあ善逸、善逸で来たの、あれ善逸スタートがミスったかもしれないですけど、まあいいでしょう。さあこれでダメージオールが展開されると全部ですね、まあ、善逸強いのはね、友情も強いですよね。調教電撃、電撃ってことでね、こちらもいい感じと、ああいい感じ、いい感じかな、うん、ちょっと自信なくなっちゃった。ちょっと今自信なくなりましたねまあ言うて星4号なんでね。お、やっぱ電撃強いわ、やっぱ電撃吸収したね。今のところ今のところ危ないところはないですね。おいい感じに来て、いっと今やっぱ体力的にはちょっとね、しんどそうだな。待て、あああれ当たった、あ、ダメール持ってねえからレズコやべ、勘違いしてたダメを持ってる手で突っ込んでたちょっとつかないでよくないですね。ちょっともう一回いきます。まさかのダメをなしあ、そうだ、ダメをなしか、こいつあれか、いや、上も持ってなかったね。
持ってるよ、上は。上は持ってるのが、うん、まさかの。はい、ということで、すいませんでしたと。はい。上の持ってると勘違いしましたね。まあ、なんでね、ちょっと、勉強しました、今。今、予習っすからね、これ。あの最初の時点で、こいつ何言ってんだろうって思った人いいんだろうな、予習なんで。根津子はダメージを持ってないね。はい。ちょっとちゃんと意識しとかないと。まあ、最悪これ SS 貯めればいいね、本当に。うん、うん。で、ボス位置行って、ブーストで、前逸で、発端押すみたいな。丸い。丸い。まあ、多分他にも強いキャラいるんだろうけどね。うん、なんなら、伊之助連れてきてもよかったもんね。友情強いから。確かに。気持ちいい。よし。お、一応、羅刹の攻撃はね、天狗抑えられますね。水属性なんでね、優位属性ですよ。優位属性。あ、で、ねずこはどうしようかな。あ、ブナイト、さっきと同じ展開ですね。本当ださっきと同じ展開なのでちょっと注意ですね。さて、いきますか。反射が多い方がここはやりやすいのかな。今のもすごいすごいことになったけど、まあ、ダメージオールじゃなかった。まあ、この位置だったら友情を拾えると。こいつはあんまダメージ受けたくないから、ドーマの方針の近くに行きたくないですけど、 OKOKOK で、タエさんと。タエさんはちょっと友情拾ってこうかな。で、地雷はね、ちょっと当たってしまうんで悲しい悲しい悲しい時、悲しい時、やるんだ時。悲しくない？このダメージ。いやもう悲しい。これは悲しい。えぐくない？じゃあ、言うてきついな、マセボ。でこいつはあの地雷を回収したいですね。あー悲しい時。悲しい時。地雷拾った時は嬉しい時。むずい、直いけないもんな。出ちゃうの、悲しい時。いや悲しい時。まさかの飛び出。はい、ってことでちょっと選手交代しました。マインダメージオールのシティハンターコラボの子連れてきました。でも前逸の手前がね、地雷も拾いやすいやつがいいですね。ああ、そうです。動けるようにするんで。そう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 。なんでこの面前にしました。お、剣が湧きましたね。毒か。毒ってどうなんだろうな。ちょっとわかんないな。じゃあ、まあ、こっち。ミステージビーが抜けられてないですからね。結構むずいかな。むずいかね。でもこれなんで初級ミッションあるよ。あれ、まあ、あると思う。でも、まあ、多分なんかじゃいるけど、分かんない。今後出た後に来るのかもしれない。友情に行こうかな。もうなんかラセス倒したけど、ん、まあ、今狙ってたんですけど、もうなんか友情が思ったより伸びなかったな。じゃあタイさんでウォールムービングワレット、まあまあ削ってくれましたね、うん、まあちょっとキャラチェンジしたんで次のキャラも動きやすいんですけど、毒でじわじわいこうかな。毒でじわっちゃおうかな。いやーちょっと地雷悲しいな。痛いな。地雷痛いっすね。全員と下げますか。地雷痛い。お、強い強い、優勝強い。優勝強くない？いいね。いいよね。やばい、これ悲しい時になりそう。悲しい時になりそうだな。悲しい時になりそう。まあ、多分優勝で大丈夫じゃないかな。仕切りでます。オッケー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 。よし、全部オッケー。気持ちいいね。気持ちいいね、これは。気持ちいいね、まあ。
いやもうバカでリアルにこれ1ターン目で点貯めてさSS でやった方がよかったかもしれない。それが楽そうだね。そうだね今のところは。おいいじゃんいいじゃん。OK でダイさんは現状キャラ持ってるんで結構倒しやすいと。はい、ほら素晴らしい。素晴らしくない？素晴らしい。タイさん素晴らしいですよね。まあ、そしてピットンからデスラが来ると。来たー。これはね楽なんじゃないですか。ほいほい。おーおお。まあいい感じに SS 食べれば次から中ボスっすからね。なんなら確かに油断できないですよ。よし、よし、テングサードっすよ。でタイさんは SS が溜まると、うん、これともたぶんちょっと楽しみだよね。楽しみだね。ワクワクするぞ。ワクワクするぞこれは。ワクワクするぞこれ。あでもこれ電撃これ重なってるからすごい威力出る説ない。あ本当だ重なってる。いくぞいくぞ。頑張った、めっちゃ頑張った。いやめっちゃ頑張ったよ今の。じゃあもう行きますか。卵焼き投げますか。投げよう投げよう投げちゃおうよ。これ投げると SS たまらん可能性。まあいいか、投げちゃおう適当だ適当だ。もうとにかく見たい。強い強い卵焼き強いい火力だな。いい火力だな。真っ黒だったけど大さんですね。はいはい。こいつは毒で、こいつの100トンハンマーもちょっと全敵100トンハンマーは強そうですけどね。名前は、まあ、友情でいきますか。全員やっぱ友情優秀だな。優秀。 OK さあ SS いい感じかなこれ。次のステージが若干問題ですけど全員が打ててさえすればね、うん、多分終わらすんで。どうにかなるんだ。どうにかなっちゃうだろうね。うん、全員だな。OK。天狗も次のターン打てるんで、ブーストかけられるんで、火力がダンチになるよね。あー、こいつスタートが良かったな、実は。うん、でもちょっとしょうがないんで、かけますね。いや悲しい時いや悲しい地雷悲しい痛えんだけど痛すぎるのですが、うわどうしよっかな。無難に立てかんで、ね、もったいないな。なんか欲張っていいっすか。いいよいいよ。友情も拾いたい。いいダメージ、いいダメージってことでしょ。いや善逸悲しいな怖すぎる。大丈夫それ知らない。いやうますぎでしょ。縦レーザーね避けないとね一応。そうマリン視点ってこれだから縦レーザー避けるんだよみんな。今現代人は避けてないけど結構現代の人は避けてないけど。お強い強い友情タエさん。タエさんもう一周したらタエさんまた撃てるよ。卵焼き投げなきゃ。卵焼き投げなきゃね。いやどうしようこれ縦貫したいんだけどさダメージ怖すぎな。いやタエ倒したかな。でも一応マリシテンはねこれ避けると大事だからこのレーザーそうやってきたでしょみんな。いや悲しいなこいつも。これちょっと地雷ね思ったより痛いんすよ。いい耐え算ずらし、いい耐え算ずらし。 SS 溜まってる。次天狗スタートで SS ぶちかましたいんでこれ抜けますね。抜けられない。あ OKOK 耐え算ない。耐え算耐え算メインウォールムービングバレットでじゃあこれで SS 打てますね。天狗も思いっきし。じゃあ SS 打ちます。最初とよし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 。おお全員とブーストするとやっぱ友情威力これ星56並みだね。
でも前逸打てるんで、前逸キラーもらってる、カウンターキラー押したいんで。そうだね。どうしようかな。いや、なんならさ、これ気になるもんね。気になる。ハンマー。ハンマー。ちょっと打ってみますか、ブースト。ブーストハンマー。なんならこうやって、これで打ってみよう。全員最後に打っててもいいし。うん。あ、強っ。でも、ウォールムービング強っ。あ、違う、今、そっか、友情会。500万で出てきた。そしたら面白すぎるだろ。終わったじゃん。いやさ、俺 IS の知らなかったからさ。いや、俺は初めて使ったよ。普通にビビったんだけど。ああ面白い。じゃあ雷の呼吸しますか。よし。いや、なんなら、うん、全逸より出てる。で、今買うときは持ってなかったけどね。うん。いろいろ持ってった。いや、いろいろ面白かったな。俺面白かったかも。うん。つかやっぱ四号キャラ楽しいんだよな。こうやってね。楽しいな。こういうのかな、見慣れてないっつうのもあるけど、あんま面白すぎるだろ。ブーン。違う、全体っつうのがやばい、やばい。はい、てな感じで、まあ4号間にしてはこれで問題ないっすね。はい、もう予習完了なんで、皆さんこれですよ、おたえさんと100トンですよ。いや、おたえさんめっちゃ強かったね。ウォールムービングめっちゃ活躍したし、幻獣キャラでプリ処理も簡単だし、まあでもコラボキャラなんで、ちょっと最近始めた方はね、持ってないと思うんで、まあそこは、来た時にそこはまた考えようか、やりたいと思うんですけど、まあとりあえず4号出回りして強くミッション来ても大丈夫ですね、これで。何秒です。はい、ってことで、お帰りです。少しありがとうございました。じゃあ